趣味筋トレ趣味筋トレ、他に趣味はない。あと語学勉強するとかあんまないんだよね。買い物好きでもないし。料理もする。料理、あと美味しいもの、コース料理のご飯巡るとか、それぐらいかな。今日はコメント欄が優しい。いつも変態ばっか集まるのに。料理するとかいい。料理なんか誰でもできるよ。やる気がないだけでしょ。どこでもできる。お疲れ様です。料理は気合だから。気合気合。旅行好きなんですね。じゃあやめていいよって言いそうになったんだけど俺。さあ切れるか。ドンペリか。彼すごいっすよね。ドンペリ釣りがお金あるから大丈夫だよ。俺はビールしか飲まない。そうなんだ。お兄さんはお金ない人なんだね。どうしてあんなことが言えちゃうんだろう。にゃんにゃんにゃん。末ぐらいに会合終わった予定にいるかも。嬉しい。今月の末？今月の末なんだね。俺は全然やめろって言われる。全然やめていいけどなみたいなことを社員がおる前とかで。今月末ね。会合終わるの何時ぐらいだろう。11時ぐらい。はい、ぜひぜひ予定に入れてください。名古屋錦のプリティウーマンです。ぜひぜひ来てください。でもさ、この角度で映すと本当になんか身長高そうでね。148なんだけど。うん。オラ。10時ぐらいかな。わかりました。DM ください。その時。じゃあそろそろ終わります。グッバイ。素敵な週末を。こんにちは。じゃあねー。バイバイ。